なんかやっぱり前回はセーバーとかやっぱご一緒させていただいた映画だったんで、まあ、その完全単独っていう形では、まあ、ちょっと短編ありましたけど、うち僕たちでは初めてなので、そういう意味ではやっぱり1本目とはまた違った雰囲気もありつつ、やっぱり坂本監督なので、まあ、現場自体は多分結構和やかというか笑いも多くっていう現場にはなってるんじゃないかなと思っておりますっていう中、あれですかね、1本目の時よりもやっぱりみんな多分きっといろんなことができるようになってるので、なんかこだわる場所が前とは少し変わってきたというか、お芝居がどうのってももちろんありますけど、そこからさらに見え方を気にしたりとかっていうところまで多分みんな気にして今お芝居してるんだろうなっていうのを、なんか映画同士で比べたら少し感じたりするなと勝手に思っております。多分この映画もそうですし、多分全体的にも佳境に差し掛かっているんで、もうやっぱり気持ちももちろんまあずっと高い気持ちでやってきましたけど、いよいよっていう気持ちがやっぱりある中での撮影なので、そういう意味ではやっぱその笑いがありつつも緊張感のある現場にもなってるんで、いいものが撮れてるんじゃないかなっていう、やっぱ坂本監督ですし思います。いや、やっぱりその坂本監督なんでアクションっていうのはあるんですけど、ただやっぱりまあもちろんまあ敵キャラ味方キャラとまあ出るわけじゃないですか、映画なんで。これはもうネタバレとかじゃなくてみんなわかるじゃないですか。っていう中でやっぱ悪魔のインパクトが結構すごいっていうのはちょっとまああって、ちょっとね、僕も負けられないような、僕に負けじ劣らじの半端ないインパクトのキャラが結構いるみたいなんで、ちょっと負けてられないですねと思って、今ちょっとインパクトあるシーン残してきたつもりだったんですけど、ちょっとそこに負けないように頑張ろうと自分思いつつも、その悪魔に注目していただけたら嬉しいなと思っております。皆さん、やはり夏映画ということで映画ですから僕らもスペシャルな気持ちで撮っております。皆様もいつものリバイス見るのと同じようにですが、ちょっとスペシャルな気持ちで映画館に来て見ていただけたら嬉しいなと思っております。ぜひ皆さん劇場で会いましょう。バイバーイ。